はいどうも、はい、楽しみしいご飯の時間ですよ。今日はね、新作でございます。新作でございます。きのこたっぷり厚揚げ豆腐五香粉です。確か五香粉炒めです。この香りは僕は嗅いだことがない五香粉です。いただきます。その前にストロングです。いやー、きのこをねたくさん買ってきた。もうこの香りだけでも、冷たい、はあ、いい香りがするな。この香りでこう美味しくなるんだよ。いただきます。さっきやったか。いただきます。初めてですよ、五香粉。こりゃあ、こりゃ美味しいね。あー、美味しい。あー、やっぱ口の中に入れると余計に香りが立つわ。あ、こんな感じなんだ。何が入ってんだっけな。五香粉だからって、あ、数字の5、5つの香りの粉、スパイスね、5つの香りの粉って書いてあったの。五香粉、確か読み方は。きっと最低でも5種類は入ってるはずなんです。粉が、この種類、スパイスの種類だね。何か分かんないですけど、すごい香り。いやー、美味しいわ。でも五っていうからって五じゃなくて、前も話しましたね、4かもしれないし6かもしれない、八宝菜の時話した。八宝菜の時、実は七宝菜のこともあるだろうし、9宝菜11宝菜の時もあるだろうっていう話をしたことありました。で、実践とか分かんないけど、でも五香粉ですよ、これが。あ、これね、椎茸は丸ごと、切ろうと思ったけどやめました。比較的えのきは、例えばこれ一つで100円とか、2つで100円、しめじもそうだよ、しめじも結構あるじゃないですか。でもしいたけか、これが一番でかいやつかな。100円である程度の量ってあんま出会わないから、今日出会っちゃったんで、じゃあしいたけ行こうと、一緒に帰りましょうと、しいたけさん。そうするとしいたけさんだけでは僕はちょっと何かをこう、何かのメニューにしようって考えたら、いや、そしたら、いや、こっちに肉やって、いや、そんなこともやったことないし、そんな時間かけて、キノコ、他のも安いのあったよ、あれ、厚揚げも安いじゃないかと、そうか、よし、じゃあ今日は一緒に炒めましょうかっていうことになりました。これ丸ごと、贅沢よ。
焼き鳥屋さんなんか行ったらあんたこれ2つぐらい刺さっててもうすぐいい値段しますからね、しいたけは。うん、これに絹さやとかが入ったり上に乗っかったりすればさらに良かったのかな。でもまあ美味しいですよ、十分美味しい。一口いっちゃうか。スパイスっちゅうのはそうね、なんとなく分かる気がする。昔胡椒が金と同等とかさ、またはそれ以上で取引された時代があったとかいうのを並ぶじゃないですか。それね、分かる気がする。今でこそこんなね、普通にスーパーに行けばいろんな種類のいろんなのがあるから何でもね、あれだけど、こんだけ大変な時代持ってくるだけでも、うん、そしたらこんな価値は出ますよ。あ、これ椎茸の石突きです。石突きも入れてあります。よく捨てる人はいるけど僕は食べますね、大体。味をよく吸って歯ごたえも良くて石突き美味しいですよ。うん、あのあれ5分、5興奮、これいいね、5興奮。まだ余ってますから。で、香りが強いので、お、固まってた、きた。香りが強いので少量ずつお使いくださいって書いてありました。僕みたいに初めての人はちょっとずつ試しね、やった方がいいですよ。これ確かに強力だから。でちょっと辛めにしてある。スパイスもたくさん入れてるし、ラー油、ごま油じゃなくてラー油を結構たっぷり入れてあります。結構入れました。そのラー油もシセン風ラー油的なやつ。うん、合うわ。ご飯ともこういうストロングとかシュワッとするビールとか、この味付けは合う。少々お待ちください。ここら辺で言っとかないと。あごめんなさいね、ごめんなさいね。酔っ払っちゃったのかな。いやそんなはずないんだけどな。ぶん投げたわけじゃないです。落ちました。
ぶん投げだけじゃないですよ、落ちただけですよ。さあ行きましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。もう口の周りだいぶパーパー入ってます。口の周りはだいぶパーパー入っております。パー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 。あ、なんかちょっと今思い出した。まっすぐです。まっすぐです。まっすぐでございます。お待たせいたしました。あ、また色変わった。また色変わった。これ白でなんか調整してんだこの人は。ご興奮と、ご興奮と合うな。ご興奮と前田先生合うな。これいいな。気持ちよくなってきた。気持ちよくなってきたよ。最近そっか、最近そうっすね。ご興奮と前田先生よく、これよくわかり、よくわかりました。まだ残ってますし、あと花山椒、ほわまた忘れた、あれの名前を覚えるのが一番ダメ。花山椒みたいなやつでパウダーも残ってる。だから今日それもちょっとありました。ご興奮プラスそれですよ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、ガンボアチャード。